はい、こんばんは。そしたらですね、タミヤのロードスター、ND 型のロードスターの制作の続きなんですけれども、前回は黒を3種類使って塗り分けていったんですけれども、今日はその続きで、細部の色分けですね、シルバーの部分が結構あるので、シルバーを拭いていこうと思います。で、前回塗ったやつで、まあ普通のブラック、あと半ツヤのセミグロスブラック、あとツヤ消しのマットブラック、この3種類のブラックを使ったんですけど、だいたい質感の違いで言うと、これがマットブラックで塗ったシートの部分ですね。これがマットブラックになります。まあまあ ほぼほぼツヤなしの黒ですね。で、こっちが、セミグロスブラック、さっきのツヤマットブラックと比べると少しツヤがあるんだけど、ツヤツヤっていうほどではないっていう感じのマットブラック、半ツヤのブラック、これがセミグロスブラックで、これがまあ普通のブラック、まあ、こんな感じ、これが普通のブラックですね。っていう感じで、3種類の質感をちょっと使い分けるっていう形で今回は塗装しました。で、今日はシルバーの部分を塗り分けるっていうことなんで、もうちょっとね、あらかじめこのマスキングとかはもうしておきました。で、まあ、この黒を残す部分は全部こんな感じでマスキングをしたのと、した感じになるんですけど、まあ正直言うとこの組み立てすぎたなっていうこの足回りに関しては、スタビとか後にしときゃよかった、スタビつけるのとかは後にしとったらよかったなっていうのを今ちょっと後悔してますけれども、非常にマスキングがめんどくさかったので、まあその辺はね、次回はちょっと反省として、考えていこうと。はい、というわけでですね、塗装の方やっていきますので、アングルの方を変えます。はい、というわけで、塗り分けしていくんですけれども、今日使うのはですね、このアルミシルバー、アルミの部分を塗っていくので、アルミシルバーですね、この金属色のアルミシルバー、あともう一個、ブレーキの部分を使おうと思ってるんですけど、このガンメタルね、この2色を使って塗り分けの方をしていこうと思います。はい、というわけで、やっていきます。こんな感じで、マスキングの上から塗ってるんで、もう全体シルバーになっちゃったんで分かりにくいですけども、この間黒を一回振ってあるので、比較的このシルバーはすごく綺麗に色が乗ってくれるので、こんな感じで簡単に塗り終わりました。はい、という感じで全部他のパーツも塗っていきます。あと
これ映んない。このブレーキですね、ブレーキのローターとキャリパー、ローターとキャリパーが一体式になってるんで、まあ、キャリパーの色の方に色を合わせて、今回ガンメタで塗ります。でガンメタで塗った後、このディスクの部分、ディスクローターの部分だけシルバーで、塗り分けるという感じでやろうと思います。ちょっとクリップが足りなくなっちゃって、はい、こんな感じ、こんな感じですね。はい、これねホイールもちょっと今回ガンメタで塗ろうかなと思ってるんですけど、ホイールの方はちょっとまだ全く準備できてないんで、今度塗りますけれども、こんな感じでガンメタに塗ってます。これね説明書だとここはなんかアルミシルバーみたいな指定になってたんですけど、あんまりねキャリパーがアルミシルバーっていうイメージがあんまりないんで、まあここは僕の好みにもなるんですけど、今回はこんな感じでガンメタにしました。でまあディスクの部分はね絶対こうね車って走ってると絶対ローター削れるんで、鉄色のシルバーが出てくるんでシルバーで後で塗ろうかなというふうに思ってます。というわけで一応こんな感じでですね、全部、シルバーの方塗り分けました。こんな感じですね。あ、ちょっと全く別のものも混じって入ってますけど、一応こんな感じでですね、全部シルバーとあとガメタを全部振りました。あとまあちょっと乾いてからこのマスキングを剥がして次は組み立てっていう形に入っていくので、その辺順番に作業を進めていこうと思います。はい、というわけで、はい、というわけで、次はねおそらくシャーシの組み立てをやろうかなと思いますので、まあ、ある程度シャーシの部分を組み立てたらとボディの方ですね、研ぎ出し、クリア拭いて研ぎ出しっていう工程に入っていこうと思いますので、お楽しみにしててください。はい、というわけで、まあこんな感じで初心者なりに作業の方を進めていくので、まあ、なかなかねうまく効率よく作業が進まないので、こう進み方ものんびりにはなっちゃうんですけれども、頑張って制作していきますので、この続きも見たいなと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンから登録いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。